備はいいですか？3、2、1、0。始まるよ。じゃがいもを1個大きめ、皮と芽を取り除きます。縦半分に切って 1.5 センチくらいの薄切りにします。耐熱の容器に入れて、水小さじ1、ふんわりラップをかけて電子レンジで3分加熱します。玉ねぎ1/2個、乱切りにします。炒めやすいようにほぐしておきます。パプリカ1/2個、種とワタを取り除きます。縦半分に切って乱切りにします。その調子その調子。キャベツ 80g くらい、一口大やや大きめに切ります。豚ロース肉とんかつ用 200g くらい、水気を取ります。幅 1.5 センチくらいの棒状に切ります。塩コショウ適量、揉み込みます。油を引いて熱くなったら豚肉を炒めます。全体に焼き色がつくまで炒めます。反対側も焼き色をつけます。一旦取り出しておきます。パプリカを炒めます。焼き色がつくまで炒めます。一旦取り出しておきます。油を足して、赤唐辛子輪切り1本分強、香りが立つまで炒めます。玉ねぎを炒めます。しんなりするまで炒めます。キャベツを炒めます。少ししんなりするまで炒めます。じゃがいもを加えます。砂糖小さじ1、みりん大さじ2、一旦馴染ませます。醤油大さじ1、ナンプラー大さじ1、一旦馴染ませます。もうええわ。オイスターソース大さじ1/2。まだまだ。一旦馴染ませます。しつこいな。カレー粉小さじ1/2、なじませます。
150cc なじませます。蓋をして5分程度弱中火で煮込みます。豚肉を戻し入れます。水分が少なくなるまで炒めます。少なくなってきたらパプリカを戻し入れます。パプリカを温める感じでさっと混ぜ合わせます。頑張ったね。器に盛り付けます。準備はいいかな。いただきます。ありがとうございました。